スペクトラム拡散、スペクトラム拡散、スペクトラム拡散、SS は通信の信号を本来よりも広い帯域に拡散して通信する技術、無線通信に多く用いられる。スペクトル拡散、周波数拡散とも言う。スペクトラム拡散の代表的な方式には、周波数ホッピングと直接拡散とがあり、いずれもノイズや干渉に強く、 一得性に優れるとされている。もともとは、軍事無線のため、技術開発が進み民生用機器への応用が広がり、CDMA 方式の携帯電話や、無線 LAN、IEE802.11、e、シリーズ、Wi-Fi、無線アクセス、親子電話の接続などに用いられている。スペクトラム拡散は、電子デバイスのクロックを生成する、電子部品でも用いられる。SSCG、 は、クロック信号に対して意図的に、ジッター、揺らぎを加えて、特定の周波数に、エネルギーが収しないようにする。これにより、電波障害の原因となる、特定の周波数へのエネルギー集中を緩和し、妨害を軽減する。本質的には通信で使われている技術と、同質である。なお、スペクトラム拡散とは、ただ単に通信方法ではなく、 情報変換方法の一方式である。従って、スペクトラム拡散は、様々な分野に応用可能である。例えば、画像のデジタル処理などの場合にも、ある情報を、スペクトラム拡散、特に、直接シーケンス方式により変換し、目で見てもわからない程度の画像の色調などの変化として、画像の中に重化することが可能である。ステガノグラフィー。周波数ホッピング。 周波数 FH は周波数を一定の規則に従い高速に切り替え、送受信機関で通信を行うスペクトラム拡散の一方式。周波数ホッピングスペクトラム拡散 FHSS とも言う。送信側と受信側でホッピングシーケンスやホッピングパターンと呼ぶ一定の規則を規定し、それに従って一定の通信帯域の中で高速に、 通信周波数を切り替えて通信を行う。ホップする周波数をホッピングチャンネルと呼び、これが多いほど妨害、干渉、防除に強くなる。ホッピングチャンネルの一部にノイズが極在した場合でも高速に周波数切り替えするおかげで実際に妨害を受ける確率は低減される。よってノイズに強いとされ、またホッピングシーケンスがわからなければ、 通信を傍受しにくいため、ある程度は通信の秘匿性にも優れているとされる。無線曲ごとに異なるホッピングシーケンスを適用すると多元接続が可能となる。戦術無線機では FH の使用が多い。なお、この技術の基礎的発明は、女優のヘデラマーと音楽家のジョージアンタイルによってなされた。直接拡散、直接シーケンス、直接拡散、直接、 DS は、送信データよりも、はるかに広い周波数にエネルギーを拡散して、通信するスペクトラム拡散の一方式。送受信双方が保持する、拡散符号と呼ばれる鍵に基づいて、演算を行う。直接、シーケンススペクトラム拡散。直接スペクトラム拡散。DSSS とも言う。実際には、例えば帯域幅1ヘルツだった明瞭な信号を、 周波数帯域 100MHz に広げると、見かけ上の信号電圧が1、100に減る。雑音レベル以下になるので、信号自体の検出が困難になる。雑音レベル以下の信号強度で良いので、さらに出力電力、受信電圧を大幅に下げることができる。通常のレーダーでは、高い周波数で極めて大きい電力を用いていたため、色々な問題が起こっていたが、 SS 方式でいろいろ改善した。例えば、受信電圧が極めて小さくて良いので、出力電圧も極めて小さくて良く、送受信回路および素子を半導体化、小型化、小電力化、一体化、超寿命化できる。また、送信電力が小さいので、レーダー波の検知が困難である。レーダーの妨害はできるが、遅延波を送って、 位置を偽る方法が使えないため防御効果が高い。この受信電圧が雑音電圧より低くて良いというのが画期的な技術革新となった。通常の電波の雑音は時間的に短かったりランダムであるため広い周波数帯域の比較的長い時間に特異的に存在する信号に対して大きく影響することは少ない。拡散のための PN 符号。 拡散符号が自由に選べるので、拡散の具合がそれぞれ異なり、暗号化と同じことになる。暗号化と違うのは、信号自体の検出が困難になることである。受信の場合は、暗号解読と同様に解読コード、逆拡散符号を使って、広い周波数範囲から必要な信号を浮かび上がらせる。技術的に詳しく言うと、送信側では送信データに対して、 拡散符号による演算を行い、送信データよりも広い帯域にエネルギーを拡散して、送信する。送信データの数十倍、数千倍の帯域に広げる。拡散に使用される送信データのビットを、チップと呼ぶ。受信側では、送信側での拡散符号を知っているので、逆拡散符号を作り、受信データと逆拡散符号との演算により、送信データを複合する。 拡散符号は、自己相関が小さい符号系列である、疑似ランダム雑音、P、N パターンが使われる。2種類の PN 系列を加算して得られる。ゴールド系列や最長系列、M 系列も、拡散符号に使われる。拡散された帯域の一部に、ノイズが極在していても、その影響も拡散されるためノイズに強くなる。また正当な逆拡散符号によって、 複合演算を行わなければ、ノイズにしか聞こえず、拡散符号がわからなければ、通信を傍受できないので通信の非特性にも優れているとされる。無線局ごとに異なる拡散符号を適用すると、一つの周波数、帯で多くの数の通信を行う多元接続が可能となる。符号分割多元接続。正当な受信者ではない者が解読する場合は、 高帯域受信機を使い記録し、いろいろな方法で逆拡散符号を当てはめてみることによりできる困難ではあるが、ハイブリッド方式は DS を行い、さらに FH を行う方式。必要な演算処理量は増えるが、DS の重なりを半分行った後で FH を行うと、処理利得が3デシベル向上する。処理利得は、拡散帯域幅、 送信データの帯域幅で表される。FH も DS も送受信管で同期が正しく、取れないと期待された処理利得は得られない。同期は2つの段階がある。同期補足は最初に取る同期であり、一度あった同期を維持するのが同期追跡である。SS では遠近問題と呼ばれる問題点がある。SS では同じ帯域を 複数の送受信局が使用する。強力な送信出力のつぼ根の近くでは弱いつぼ根の送信が受信局で受信できなくなる。この問題は DS で顕著である。送信出力の制御によって強すぎる送信局がなくなるようにすることで軽減できる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。